振り返ってこういかがだったかということを総合的に振り返って、今シーズンの目標の一つであった世界選手権で、個人でも団体でもメダルを取るっていう、夢というか目標があったんですけれども、どちらも悔しいメダルにはなってしまったんですけれども、世界選手権でこう2つのメダルを取れたのは会社だったり、させてくれた方々のおかげなのですごく感謝していますし、ワールドカップでの成績がなかなか思うように出なかったので、来シーズンはもっともっとワールドカップで成績を出したいなと思います。真夏場のトレーニングからずっと世界選手権を目指していましたし、また海外に世界選手権があった遠征 は、1ヶ月ぐらいあったんですけれども、その1ヶ月間の遠征は特に試合をこなしながらも世界選手権までに疲れをためないかったり、あと世界選手権までにやっていきたいことを着実にできたワールドカップも参戦しつつ、世界選手権への準備も整えられたので、調整の仕方もうまくいったんじゃないかなと思います。成績だけで言えば多分去年の方が良かったんですけれども、今年はとにかく4年後を目指す1年目のスタートのシーズンとして、本当に一から自分の弱いところだったり、やらなきゃいけないこと、強くなるならどうしたらいいかということをじっくり考えられた年だったので、そういうふうに自分と向き合えたこともすごく大事な時間だったなと思います。どのようなことをしたらいいかっていうのは大体固まってきたので、この夏は本当に実行に移せると思いますし、監督やコーチと話し合いながらさらに精度の高いトレーニングをしていきたいなと思います。陸上トレーニングに特に力を入れていきたいと思いますし、その結果ジャンプも、また新しいことに挑戦してさらに、レベルの高い、完成度を目指していきたいなと思います。